っていうからね、楽しみだね。1円がじゃ3枚、10円が7枚と1円が3、わからないね。73円。なんでできちゃうのあんた。そんなの僕もわかる。もう嫌だったな、こんな難しいのできちゃったら今日先生教えること何もないじゃないの。なあ、あるよ。何があるの。おい、じゃあ1年生のやつやってみる。1年生の勉強してみたい。だって言うから大学1年生のやつやったことあるもん。ほんと、やったことあるじゃん。1年生のやつやってあげようか。もう簡単だからやだ。1年生ね、うんと難しいことやってんだよ。面積っていうのやってんだよ。体積、体積、今日はやってみる。やよし、やらしてあげる。まあ、今日は特別だぞ。じゃあ1年生の教材にチャレンジ、ね、やるとね、こっちに手落ちた。よし、じゃあやってみる。手落ちた、落ちた。はい、じゃあ1点落ちた、落ちた。よし、これ難しいんだから、いいか。じゃん、じゃん、じゃんだ。お母さん、ほっといたり、ね、ほっといたり、ね、あのリズムがあるもんで、ほっといたり、ね、あの、こうしてこうして、それやったことある。違う、今日新しいやった。これ中からね、何かが出てくるのよ。何が出てくるか知ってる？違う、違う。今箱作ったでしょ。そうしてね、今何もないでしょ。で、ここをね、いいか、こう閉めて、驚くものが出てくるんだぞ。いい？さあ、魔法をかける。うわっ、出てきた。これ見える？これ、これね、焼き虫。食べてみる？虫が出てきた。いやーね、そこでこの箱をね、2つこうつなぎます。こうね、これで2つ、ここに1つ箱作るでしょ。で、もう1つここに箱ができるの、こういうふうに。そうすると箱が2つできました。2つ箱ができました。じゃあ聞きますが、ここには箱はいくつあるでしょうか。1つね。もうこういうふうにちょっと作るの大変だから、先生、紙に書いてきたの。1、言ってごらん。1。じゃあ、箱を数えるよ。いいな。6! ちょっと待って。リーダーの人は、それはちょっと幼稚っぽい、幼稚っぽい、幼稚っぽい。じゃん。6。僕たちはそういう言い方はしないの。1、2、3、4、5、6。言ってみてください。3、はい。1、2、3、4、5、6。こっち見てない。3、はい。1、2、3、4、5、6。6個あります。さあ、ここに箱はいくつありますか、教えてください。はい。竹本さん、3、3個。この3個が今度はこういうふうに縦に積みました。はい、1、2、3個ですね。これ横に並べた、縦に積みました。さあ、そこで問題。ここには積み木はいくつあるでしょうか。松山さん、4個。じゃあ数えてみよう。3、はい、1、2、3、4、4個。さあ、これが難しい。はい、はい、わかる。これ大葉くん、おり、今から。7、正解。じゃあ数えるよ。3、はい、1、2、3、4、5、6、7、正解。違うよ。なこと言っちゃダメだな、人がいて、人が言ってんだからな。7個だな。え？じゃあいくつだ？先生、6。同じ。6？ これ変えちゃったの？だって先生、同じ四角こうやってやってたもん。見てたの？見てた。見てなくていいの、そんなとこは。じゃあ、いこう、数えてみよう。3、はい、1、2、3、4、5、6、6個でしたね。じゃあ、もう一回数えるぞ。3、はい、1、2、3、3、はい、1、2、3。この3個が3つ並んでるの。これ1年生の問題なのね。わかるかな？わかる、これ。はい。じゃあ、一緒に数えてみるぞ。いいか？はい。山田君。9。9じゃない。10なの、これ。9だよ。ほら、本当に9？ 9に3足すでしょ。9だよ。1、2、3、4、5、6、7、8、9。あら、9でした。ごめんなさい、山田君。山田君、ごめんな。だって4足す5は9じゃん。4足す5は9？
みんな面白い。昨日もね、そういう人がいたんだけどね、みんな2つに分けて数えるのね。ほんと、そんなの僕知らなかった。これ3たす3は6でしょ。うん、そうだよ。4たす5は9でしょ。3たす3は6は知ってる。なんでそこ、どうして4が出てくるの。ちなみに4たす2もだって、ちなみにあの3+3=6 でしょ。3たす3は6分かった先生も。じゃあどうして。だってあの1段のあのその4つをあの固めて、それであと5個をそれで そっちでこうやって詰めて、それそうして数えると9になる。あ、これ1つを告知持ってくるんだ。で4にしといて、でここで5になるわけだ。で、4たす5ってなったらよく知ってるもんだからね、9になるって知ってるわけだね。そのだから4たす9にして9、4たす5にして9にしたわけだ。素晴らしい。みんな手叩いてあげて。で、自分この人4たす5をよく知ってるもんで、4たす5を作ってやったんだって。はい、じゃあ数えてみるよ。3、はい、1、2、声出してよ、バクニック。3、はい、1、2、3、4、5、6、7、8、9、9個、OK。これじゃあここに積み木はいくつありますか。はい、おばさん9個。9個、じゃあ数えるから。3、はい、1、2、3、4、5、6、7、8、9。みんなよくできるな先生。それじゃあこれね、難しいんだよな。これね、上に9個あるの、これね。じゃあ下にも多分9個あると思うんだな。松山さん、いくつ。なんで18って分かったの。あ、そっか、18なのよこれ。どうして18分かったの。いや待ってってよ、僕松山さんがどうして18って分かったか聞きたいの。どうして18って分かったの。こうやって言うの。ねえねえ、ちょっとちょっと、そこ静かにしないと僕山松山さんに聞きたいんだもん。松山さん、どうして18って分かったのこれ。すごいね。もう多分ね、これを2回数えればいいんだな。下にもあるんだから、じゃあ2回数えてみようか。18になるかどうか。12って言ってみてくださいよ。3、はい、1、2、3、4、5、6、7、8、9。でもう1回数える。10、11、12、13、14、15、16、17、18だ、やっぱり。本当だ、すごいな。じゃあここに積み木はいくつあるでしょうか。積み木はいくつだ。はい、じゃあ分かった、違うのは手あげなきゃ。はい、山田君いくつだ。9、うん、大場君いくつだ。0。0じゃない、こんなたくさんあるもん。まあ、先生をからかってるな、お前。3、はい、1、2、3、4、5、6、7、8、9。9があってそこにね、先生こう上積み木をしようと思いましたね。1、2、3。さあ合わせるといくつか分かる、これ。はい、合わせるといくつ。はい、松山さん、松山さん、13。だってこれで9だぞ。これで9で、はい、12。はい、10、待って、9にこの1個持っていくと10個で、滝本さん、10、大場君、何、12。正解、そうだ、12だ。じゃあこういうに積んじゃ、お母さんほっとく、やりすぎ。それはあの頭はあのね、褒めるのは優しさと努力。サイルは絶対に褒めちゃダメ、子供は。顔も褒めちゃダメ、頭はね、ものすごい慎重にやった方がいい。あのそこで やりすぎちゃうと今度ね、逆効果になっちゃう。それはあの幼児教育の鉄則ですから。まあいいですけども、ここに9個と3個です。合わせていくつですか。はい、山田君。12個。12個。よし。じゃあ今度は12個だったんだけど、また3個くっつけました。また3個くっつけました。はい。12個だけど、3個くっつけました。はい。16個。16個なのかね、これ。そうだ。だってここで12だろ。で、13、はい、13でしょ、これ。15。何、15だ。そうだ、15だぞ。じゃあ今度これ、まあこれちょっと難しいんでね、
ちょっとね、先生黒板でやってやるから見ててよ。黒板じゃないじゃん。まあテレビでやるよ、テレビで。いいか、テレビでやるぞ。出てこい出てこい。ん、出てきた。あ、これ万年筆とこに置いてあったあれ。マヨネーズ？マヨネーズなんかでやるか。マヨネーズ？マヨネーズで。それはお料理教室だ。いいか？え、何書くの？2、3、4。じゃあいいか？積み木。積み木じゃないじゃん、それ箱じゃん。箱。遅い今言ったって。はい、箱はいくつ？はい。いくつありますか、ここに？なんだ、数えてるかったのか。はい、はい、松山さん、松山さん、6。これ6だろ。はい、はい、これでいくつ。はい、大場くん9。 OK、 9 10 11 12。はい、いくつでしょう。9。山田くん手上がってないぞ。はい、山田くん12。 OK、はい、積み木はいくつでしょう。はい、松山さん16。おお、よくわかるね。17 18。それ言っちゃダメなのよ、まあ、みんな聞いてるから。シュッ、頭で数え、頭で。19 20 21 22 23 24 25 26 27。はい、これは難しいぞ。はい、おばくん正解。よし、みんな手叩いてあげて。こんなに叩いてもすごいね。よーし、じゃあ今度いいか。はい、いくぜ。みんな言ってみろ。30。みんな見てるもんでわかるんだな。そうか、じゃあみんな顔をこう伏せといてよ。なんだそれ。もう一回問題作り直すから。ね、これで先生でみんながね、数えない、ちゃんと下見ててよ。いや、見ちゃダメだぞ、問題作るまで。いいか。あ、見てる。山田君見てる。今だから下見て、ちゃんと見ちゃダメだよ。じゃあ問題作る終わりも見ちゃダメ。山田君見てる。山田君見てる。見てる。おばくん、おばさん見てる。山田くん見てる。山田見てる。はい、いくつ。1。はい、1。ねえ、見てるもん。あのさ、見なくてもさ、音で分かっちゃう。で、いくつ。1。なんで音で分かる。僕たくさんやってたの。1、2、3。よし、もう今度じゃあもう一回、じゃあ先生もうちょっと、じゃあそんなインチキしないでやってみてやる。いいか。ちょっとね、これ耳をついてないけど、耳取る。耳取る。じゃあまあ見てて、じゃあ見てちゃいけない、下見ててよ。数えてるから、みんな下見ててよ。下見ててよ。ずるいぞ、松山さん。はい、これいくつ。はい、じゃあ見に行ってみろ。5。よく分かった。じゃあまた伏せて、もっともっと足してあげるから。山田君見てるぞ。はい、いくつ。はい、いくつ。8。みんな見てるね。見てない、音では。じゃあ下向いててよ。見てる。ずるいぞ、下向いてんだぞ。いくぞ。いくつ。20。20。 20もないですね、これは。12。じゃあこれいくつ。これわかる。12。